実は昔俺さ、新井さんに助けられたことがあったんだわ。え、秋山さんが新井の兄貴に？ああ。ところでお前、俺が昔ホームレスだったって話は知ってるか？ええ、まあ噂程度に聞いたくらいですが。本当だったんですか？実は俺ホームレスになる前な、東都銀行っつう銀行で働く普通のサラリーマンだったんだ。え、秋山さんが銀行員？ああ、今から5年くらい前の話だ。6年くらい前までの俺の人生は、綺麗な階段を汗一つかかずに登るような順調なものだった。東都大の法学部を卒業、東都銀行に入社。俺は金融工学のプロフェッショナルとしてエリート街道を歩め始めた。じゃあどうしてホームレスなんかに？クビになったんだよ、2005年の初めにな。クビ？なんかやらかしたんですか？業務上横領、つまり会社の金をこっそり盗む犯罪だ。え、どうしてそんなこと？知らねえよ。だって俺は横領なんかしてねえんだからさ。は？どういうことですか？はめられたんだよ、会社にな。いきなり業務上横領の疑いをかけられて、懲戒免職ってやつだ。そんなバカな。まあ普通そう思うわな。俺も何かの間違いだと思ってた。だが現実は違った。俺が当時担当していたとは、ある日突然俺の個人口座に振り込まれていたんだ。それでクビですか？ああ、何を言っても無駄だった。銀行は俺を告訴しないことを条件に、一方的に俺を懲戒免職処分とした。その後俺は真相を探った。それまでに貯めた金を使い、方々手を尽くして調べ回った。でも結局分からずじまい。そのうち貯金も尽きて、神室町で路上生活を始めたんだ。それでホームレスですか？金なんて簡単に増やせるって思ってたのにさ。元手と信用がなければ何にもできないんだよ。所詮俺は他人の金で遊んでいただけだったんだって、その時初めて分かったんだ。え、じゃあどうやって金貸しなんてやれるほどの大金手に入れたんですか？拾ったんだよ。は？だからさ、お金が降ってきたの。それからパーッと、それを拾ったのさ。いや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 、本当だって。知らない？ミレニアムタワーで爆発があってさ、そこから大量の札束が降ってきた事件。あ、知ってます。え、じゃあ秋山さんはその金を？そう、だいたい100万くらいだったかな。死に物狂いで拾い集めたよ。この金さえあれば俺はもう一度人生をやり直せるってな。なんか運がいいんだか悪いんだか分かんねえ感じですね。まあな。だがその時の俺にとって、その100万円は命と同じくらい大切な金だった。だがそんな大事な金を、こともあろうに俺は盗まれちまったんだ。路上で寝ている隙にな。誰にですか？町のゴロツキさ。あの頃からこの町じゃホームレス狩りとか言って、路上で寝ているホームレスを襲うような遊びが流行っていたからな。待ってください、それじゃもしかしてその時に秋山さんを助けたのが？そう、新井さんだ。当時新井さんは金村工業に入ったばかりのチンピラだった。そのチンピラが俺から金を盗んだ連中から金を取り上げ、ホームレスの俺にわざわざ届けてくれたんだ。どうしてそんなこと？新井さんは涙を流して喜ぶ俺に言ったよ。俺がこの街を変えてみせますって。兄貴、俺はその時誓ったんだ。もし俺がこの100万円でのし上がれた時は、この人にかけてみようって。かける？ああ、この人なら神室町って猿山のボスになれるかもしれないって思ったんだ。神室町ってのは弱いやつから強いやつまで、いろんな連中が集まってくる、いわば一つの群れみてえな場所だ。だが集まってくる奴らには一つだけ共通してることがある。何ですか？
夢だよ。カムロ町に飛び込んだ人間は皆必ず夢を見てる。夢。いい女を抱きたい、金持ちになりたい、えばりたい。どんなちんけなもんであっても、ここに集まる連中には皆それぞれの夢がある。だがその夢を叶えられるやつはごくわずかだ。そして人は夢を諦めない。生きてくのに必要なもんだからさ。わかるか？はい。みんな夢を見続けていたい。だからこそこの町では人に夢を見せられる人間が求められているんだ。それが荒井の兄貴だと。ああ、良くも悪くも人間ってのは強さに憧れる。荒井さんにはその絶対的な強さがある。俺はそう思ってんだ。ボスがいない猿山は機能しない。この町は今強いボス猿が必要なんだ。カムロ町って町は今までずっとそのボス猿を極道に求めてきた。だが桐生一馬というカリスマが去った今、ボス猿となれる人間はいない。機能しなくなった町から猿は去っていってしまう。強いボス猿を求めてな。なんか深い話っすね。まちょっと回りくどい言い方だったが、要はそれくらい俺は荒井さんに欠けているってことだ。わかりました。俺、秋山さんの夢のためにも荒井の兄貴を必ず見つけます。このお金はありがたく使わせていただきます。おう、何か分かったら俺に連絡してくれ。はい。ただいま。あ、木戸さん。あ、どうもっす。